どうもこんにちは、こんばんは、8割半藤です。ソードワールド PC 第8回になりますね。よろしくお願いいたします。なんだっけ、ミードに行けって話で終わってるんでしたっけ。そっかそっか、そうだ、パイプ作るためのメアシャムのやつは終わって、その後心臓の剣が見つかったと。今このメモを見て思い出しましたよ。ミードに住んでる変わり者の金持ち、悪い人じゃない。うん。で、ミード出身のローディからの依頼、息子に、コリンという悪口に、渡してくれと言われて、大きな鱗のペンダントを預かったと。よし、ということですね。じゃあミードに向かいましょう。ミードはオランから見たらだいぶ北の方ですね。なんか湖が上の方にありますけどね、北東の方向にありますけど、さらに、北の方になりますね。長旅になりそう。おそらくリアルタイムで言ったら、まあ、1ヶ月ぐらいの旅になるんですかね、片道ね。ちょっと行きましょうか。道中本当何があるかわからないけど、まあいいや、行きましょうか。まだ。で、トイン。この穴の砂漠もね、もうちょっとしたら行きたいんだけどさ、なんか、もう少し強くなってからの方がいいのかな。ボル。ボル塾。何事もなかったね、道中ね。ここにはマーファの神殿と、ナーダの神殿と、あと武器屋があるんだね。赤鼻のゴブリンって、どうなんですかね、そのネーミング。なんか、アッガイになってそうな。いらっしゃい。誰が買い物するのかね。アロー買っとこうかな。いや、何これ、クオール、あれかな、棒の矢じゃなくてクロスボウの矢かな。あ、アローでいいと。何かこう魔法の武器的なものが欲しいけどね。バスタードソード17、筋力が上がってるからもう少し重たい武器が持てるようになってるということか。両手武器、あ、そうか、片手武器だ。バスタードソード、最高に重たいので17か。これ以上のものはないんだね。防具ハードレーザーじゃなくてもう少しいいのにしようかな。じゃあ用意、チェインメール良さそうかな。回避がまあ下がるけど、うわっ、線か。今回はバートにだけしか買ってあげられないかな。レンジャー技能を制限しますか。レンジャー技能使わないもんね。ハードレザーは、いらないですね。レンジャー技能を使うときに、まあ、着替える必要があるかもしれないけど、
分まあ選手としてしか考えてないんで、バートは。ショートフォードもいらないかな。あーヒールドット、ヒールドットね、壊れちゃったけど、替えのヒールドット欲しいな。8割は、まあ、そうだね、あんまり、魔法、あ、そうか。じゃあ行きましょうか。こういう田舎の方とかでもね、値段変わらないっていうのはどうなんだろう。なんか物価が違ったりしても不思議じゃないと思うんだけどね。ダディさんも昔はお金持ちだったんだけど、奥さんが病気になった頃からおかしくなっちまって、奥さんが元気になったかと言ったら、元気になったかと思ったら、今度はラディスさんがぽっくりと死んじまったんだ。え、ちょっと待ってください。ラディスさん、奥さんが病気になっちゃったらおかしくなっちゃったと。美人の奥さんがいる。これ、この奥さんがだいぶ怪しいですね。何か薬でも盛られたのかな。ラディさんは、奥さんが病気になった頃におかしくなった。で、奥さんが元気になったら、ラディさんは死んでしまったと。で、香りが。やっぱそうなると、奥さんだいぶ怪しいですね。ロディは元気かい？気立てのいい嫁さんと元気のいい坊主をほったらかしにして悪いやつだぜ。それはこれの話ですね。気立てのいい奥さんね。ちゃんと稼いだ金は家に入れてるんでしょうかね。誰もいないね。ローディさんの家にも行きたいし、あ、ローディさんじゃねえ、ラディスさんの家に行きたいし、ローディさんの家にもね、まあ行きたい。あ、預かってるものありますからね。いらっしゃい。どんな色かね。赤鼻って、ダンディーですね。ダンディズムを感じます。ラディスの屋敷を訪ねる。そうなんだけど、ローディの話もしたいんだけどな。先にローディの話をしたかったんだけど、まさかこれか話絡んでんのかな。ラディスさんかい。あの人は1年前に亡くなったよ。今は奥さんが部屋を切り盛りしているわ。でも、前金預かってんでしょう。あ、とか、前金は、そっか、あの、奇跡の店の親父からだからね。その邪神像の剣が何か、奥さんに悪影響を与えてしまったのかな。
ちょっと神殿に行ってみましょう。マーファは偉大なり。そっか。回復。高いね。マーファの死体とかだったら安くしてくれるとかあんのかな。なんか、バースジェイルなんかだとね、盗賊だと盗賊系の神殿は無料で治療してくれるとかあったりしますけどね。まあいいや、じゃあラディスさん家に案内してもらいましょうか。ワンセーブして、ラディスさんの屋敷かい？村外れにお屋敷があるよ。ローディの家はここから南に3軒目だ。あ、ついでに教えてくれたんだね。ありがとうございます。じゃあまあ、ローディの家から行きたい。あ、なんか陽気な音楽流れてるね。すっげえ高いな、この本だな。届かないでしょ、一番上の本。夫の知り合いのことですか？まあ、わざわざどうもすみません。何もできませんが、ゆっくりしていってください。こんな大勢でドヤドヤ。ドヤドヤ。あんたたち冒険者だろ？お父さんを知っているかい？いるよ。ほら、これを預かってきたんだ。うわぁ、これ何の鱗だろう。ありがとう。鱗のペンダントを渡した。確かに何の鱗なんだろうね。よくないものじゃなければいいけどね。あの鱗をペンダント渡したらね、次の日この子供の体中鱗だらけになっちゃったとかさ。この子、これは、これで終わりなのか。僕もさ、大きくなったら冒険者になるんだ。ラディスさんの屋敷行かれるんですか？あまり良い話は聞かないのですが、人付き合いもいい方ではありませんし、特に旦那さんが亡くなられてからは、人が変わったようになったのです。まあ、文字通り人が変わってる可能性多いにありますね。ラディスの館の道を進むとコリンが追いかけてきた。いやー、待ってよ。僕も行くよ。いいだろう。は？は？最近ね、ハリウッドザコシショウの動画とかよく見るようになったんだけど、それを思い出しちゃいましたね。は？僕も冒険者になるんだ。今から冒険者として戦うんだ。ついていっていいだろう。なんか死亡フラグ立っちゃってますけどもね。いいよ。ねえ、いいの？どうせ村外れに行くだけだ。わーい。よし、行くぞ。コリンのステータス見てみようかな。冒険者レベル0、経験点0。あー、でも、器用度とかね、敏捷力とかすごい高い。知力も高いし、ステータスというかまあ、冒険者としての素養は十分あるようですね。でも戦闘はまだできないのかな。ご用は何ですか？ラディスさんに会いたいのですが。わかりました。しばらくお待ちください。え、死んでるんだよね。あ、奥さんのこともラディスさんなのか？
しばらくして使用人とともに一人の女性がやってきた。夫に御用とのことですが、夫は昨年病で亡くなりました。私でよければお話を伺わせていただきますが、ここでは何ですので OK どうぞ。どうぞこちらへ。お話とは何でしょうか。私たちはとある剣を探しているのですが、それをラディスさんが旅の商人から買ったという話を聞きました。飾り物の剣なのですが、ご存じないでしょうか。剣、それなら主人の部屋にあったと思います。使用人に探させますわ。時間がかかると思いますから、それまでこの家でゆっくりしていってください。マラフィーは部屋を出て行った、奥さんはマラフィーっていうんだね。美人の奥さん、奥さんの名前、は、マラフィー。これは何ですかね。タンスですか。しかし椅子もないとはね。何もない。ここで待っていても話進まないのかな。一応セーブしておくか。あ、いえ、何でもありません。何か感づいちゃってるんだね。旦那様が亡くなられたのは去年のことです。奥様の病気が治ったばかりでした。あ、この人実はなんかこう知ってそうな気がするんだけどな。とかひどいな。2回行ってみるか。変な感じだね。なんか部屋が連続してつながってるなんてね。変な作りの建物だな。奥様は旦那様のお部屋です。量産型だったのか、この人。いっぱいいるな。お探しのものは今しばらく、今調べさせておりますから、しばらくお待ちください。探し物を見つけるにはしばらくかかりそうです。よろしければ今夜はここにお泊まりになってはいかがと。奥様からことづかっておりますが、どうされますか。まあ、泊まりましょう。ではこちらの部屋へどうぞ。何か気味が悪くない。気のせいか使用人の様子もおかしく見えますね。ぼんやりしているというか、うつろというか。第一、あいつら本当に剣を探しているのか。どうもはぐらかされているように思えるぜ。どうだ、今夜あたり自分たちで剣を探しに行かないか。そういえば、コリンは？あれ？いないな。どこへ行ったんだろう。ち、誰か来るわ。小さなノックの音がする。すいません。アイラと申します。どうしてもお話ししたいことがあって。顔色が真っ青よ。どうしたんです？何を怖がっているのです。早く、
ここから逃げてください。あの人に殺される前に。あの人、詳しい話を聞かせてはもらえないかな。奥様は2年前に亡くなられたのです。今いらっしゃる奥様は化け物なのです。いきなり地獄の底から聞こえるような声が響いた。あーいやー、お前だけは見逃してやろうと思っていたのに、よくも私を裏切ったね。そいつらと共に私の獲物になるがいい。あーすごいすごい地獄耳ですね。はあ、奥様に気づかれたんだわ。大丈夫ね。アイラさんでしたね。ご存知のことを話してはもらえませんか。ええ、奥様が亡くなられたのは2年前でした。突然お亡くなりになられたのです。その原因を旦那様はご存知の様子でしたが、私たちには何も教えてくださいませんでした。ところがそれから2週間ほど経ったある日、旦那様が奥様を連れていらしたのです。最初はみんな奥様に瓜二つの方を旦那様が探して来られたのだろうと思いました。でも奥様は奥様しか知らないことをたくさん知っていました。確かにその人は奥様ご自身だったのです。それから1年近くは実に平穏な日々でした。奥様も旦那様も幸せそうでした。しかしその頃から旦那様のお体が弱り始めました。日に日に顔色が悪くなり、やつれていかれました。みんなで早く治療師を呼ぶように申してあげましたが、旦那様はどうしても治療師を呼ぼうとはしませんでした。内緒で治療費を呼んだ時など、病人とは思えないほどお怒りになったほどです。そして間もなく旦那様は亡くなられてしまいました。旦那様は自分の遺体を火葬するように言い残されました。火葬に。はい、それを知った奥様はひどくお怒りになりましたが、仮想にさせたということは、彼ラーディスは自分が蘇ることを恐れていたのではないでしょうか。蘇る。では、アンデッドか。それから奥様はすっかり人が変わってしまいました。そして館に住む使用人や宿を求めた旅人や客人が行方不明になり始めたのもその頃からでした。そのうち使用人の一人が、奥様が夜中に館をさまよい、客室や使用人部屋に入っていくのを見た、言い始めました。その訪問を受けた人は、夜が明けると行方不明になっているというのです。私はバカバカしいと思ってそんな話を相手にしませんでした。私以外の使用人は奥様の秘密を暴こうとしたり、館から逃げ出そうとしました。しかし結局誰一人としてそれに成功しませんでした。使用人たちは一人、二人と操り人形のような気味の悪い人間になってしまったのです。今では人形で亡くなったのは私一人。一緒に行った方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。扉開かない。ああ、もうおしまいだ。なるほど、死をセーブしておきましょう。あの少年どうしたんだろうな。あいつが助けてくれるのかな。逆に別に鍵はかかっていないみたいだ。静かに。部屋の隅から音がする。部屋の角の壁からカタカタという音が聞こえる。ガタン。うわー出た。うわー、どこコリンじゃないか。え、あ、本当だ。僕さ、退屈だったから屋敷の地下室に忍び込んだり裏庭に行ったりして探検してたんだ。そしたら古井戸に秘密の通路があるのを見つけたんだ。で、うろうろしていると話し声が聞こえたんで出てきたんだよ。裏か、こいつはついてるぜ。ここから逃げ出そう。すごいね、出来すぎくんだね。これ、扉？扉のこと？
テーブル、お、敵だ。なんだろうね、あの敵。よし、行け、エリディン。ジャイアントラットか。まあ、大丈夫かな。あれ、バート、鎧新調したのにもうダメージ食らったの？カリナ。今。ああ、そっか。なかなか強いジャイアントラットだな。当たらない。あ、そっか、ジャイアントラットって、前からそう思ってたけど、回避がめちゃ高いんだね。いっぱいね。エリディン。なんか一回になんかめちゃめちゃ攻撃してきてるのか、あれ一匹あたり。まあ矢がもったいないからいいか。すんげえ避ける。3回ぐらい攻撃してないか。おわし。いけない、こっちは来たことがないんだった。そうなの。じゃあこっちにしましょう。床にメッセージが彫ってある。闇の時来たり、ファラリスを恐れる者はよりファラリスの方へ引き寄せられるであろう。地下に、ラーディスさんの、ラーディスの館には、地下道がある。床にメッセージ。闇の時来たり、ファラリスを恐れる者はよりファラリスを、あ、違う、の方へ引き寄せられるだろう。ソードワールドプレイの経験がある方もね、こういう風にやってました。戦闘の時ターン、まだターンが来てないやつをね、こう先に動かしちゃうというか、ね、あれ？まあいいや、ちょっと待って、勘違いしてたのかな。エリディン。あ、そうだよね。あれ？アーザム。あ、いいんだな。
勘違いしてませんでした。いや、なんかさっきファーザムがなんか弓を撃ったように感じたんだけど、気のせいだね。まだいるか。あ、来るのか。エリディン。よし。エンディング。そういかない。当たらん。よし、さすがエリディン。お？何ですかこれは。俺はファラリスの像だ。なるほど、邪気をファラリスの力で蘇ったってことか。あ、そっか。ターンアンデッド行ってみましょう。うわ、まだいっぱいいるじゃん。なんで画面に映ってなかったからってさ、魔法が効かなかったんだ。あ、間違えした。よし。あーね、こんだけ大人数の冒険者と一緒にいるとはいえ、すごいね、コリン君。あんなさ、動く白骨死体が襲ってきてるのにね。は？何？なんかやばそうな感じだけど。ファラリスの神殿的な？あれ、バラムはどこだ？バラム後ろの方に置いてかれちゃったのかな？グールか。
嫌だなぁ。多分、スリープラダ効かないし、ファイアウェポンは消費がでかすぎるなぁ。パペットゴーレム。役に立つのかなぁ。エネルギーボルトでいいか。毎日やね。カリナ。よし。なんか強いぞ。エンディングは毒った。こいつなんだ。ワイト。うわー、ワイト。いや、そうだよね。効かないよね。ホーリーウェポン。3人。バーとエリーディン、8割。毒ってはいないのか。毒ったけど治ったのか。毒ったら名前の色が変わるもんだ。とりあえず移動するかな。うわー、精神点にもダメージ食らうのか。厄介だな。よし。うわー、恐ろしい敵じゃ。セーブ。罠はないと思う。あ、竜の牙。じゃあファーザードラゴントゥース、あれ？なんだあいつ？ドラゴントゥースウォーリアーとかを呼び出すのに使うんだっけって言おうと思ったんだけど、そうなのかな？アンデッドとしてしか認識できないのか。アンアンデッド。バーサク。強えな。精神点は残り18。エンチャテッドウェポン。もうちょっとレベル上がると精神点上がってほしいな。さもなければ魔晶石をね、もっと気軽に買えるようにお金を稼げるようにしてほしいわ。
あ、そっか。ダメージがない。でも、全く効かないわけじゃなさそうだよな。うん。効かないわけじゃないんだな。知ってました。なんだろう、この宝箱を調べると出てくるっていう罠だったのかな。しかしよくこんなところ来たな、コリン。一人で。恐ろしい勇気があるな。まだ肉体的にはね、子供だけど、ほんと、なんか有名な冒険者になれる素養がありますね、きっとね。罠があるぞ。罠を解除してほしい。どうやってんだっけ。これか。解除できた。なんでこんなとこに罠があったんだ。何もない。何もないの。なんか変な中途半端なとこに罠があったよな。センスオーラ。あ、そっか、それは、あれだ。ただ、精霊が、どんな精霊がいるのか調べたりとか。なんか、怪しいところが光るとかっていう魔法ないのかな。の、なんもないの？何もない。ここの泉は体力が回復するようだとかね。あとスケルトンがうじょうじょいたところの水は飲みたくないな。なんかいますね。この館から生きては返さない。奥様、もうやめてください。昔はとても優しかったのに、こんなひどいことをなさるなんて。うるさい。私はみんなのため、夫のために帰ってきたのだ。しかも夫もお前たちも私を裏切ろうと。許さん。奥さん、キャー。アイラは崩れ落ち、その体は灰になって風に吹き飛ばされていった。こんな可愛い子ちゃんが。ひでえ。あ、お姉ちゃん。お前たちもこうなるのだ。嫌です。マラフィーは魔力のこもった武器でないとダメージを与えられないぞ。上にいるのは、あれなのかな？使用人ゾンビかな？とりあえず、エリディにはそっちに行ってもらおう。
か、多分ここで終わりだと思うんで、遠慮なく行こうか。魔法がこもってないといけない。ファイヤーウェポン、精神点18だから、2人にかけるか。魔法拡大する。目標の拡大。いきます。エイリリンと、バート。カリナは、まず使用人を。バートは、マラキ。8割は、まだ魔法かかってないからな。バラムは、ホーリーウェポン。これを、表の拡大。カリナの弓矢にもかければマラフィに。まあでもな、効かないかもしれないけど。バラム、ハチワレ、カリナ。エイリン耐えるんだ。強えな、あの使用人ゾンビ。エネルギーボルト、あと一発しか使えないな。効くかな。あ、一応効いた。カーリナは、あれ、え、ホーリーウェポンじゃないとダメなの。聞いてないよ。そうっすか。一人にしかかけらんねえから。じゃあバートに。エルディンは使用人。アーザムはもう休むしかない。オーリンも怖いよ。カーリーナはまだ魔法十分使えるけど、そう、当たらん。バラム、ん？あ、魔法じゃない。カリナはじゃあ装備を変えて、ショートソード。ん？待て、バートやばいな。精神点は？あ、バラムあと精神点2だよね。左側のステータスのとこ見たら精神力27って、あれ間違えて、あれまだ27あるんだって思っちゃった。待って、ヒールストーン使おう。よし。エリリン。いろいろ魔法使えるようになってきたなぁ。トーンブラスト、待て、ファイヤーボルト、これでいこう。何？そっか、この水色なのは精霊力がいないところなのか。拡大する。目標じゃなくてダメージ。
害チェック。よし、なんだ、やっちまったぜ。やっちまったぜってか、もうやったぜ。よし、倒した。いや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 、でもま、なんだっけ、あの、お姉ちゃん、灰になって飛んでっちゃったしね。どうするんだ、剣、剣を探さなきゃ。でもそれって勝手に持ってっていいのかな。でも、もう、勝手に持っていくしかないのか、もうね、その、ご主人はとっくに亡くなってるし、奥さんはね、悪いアンデッドだったし、使用人たちはどうなんだろう、操られているけど、もういないのかな。さっき倒した3人で全部なのかな。あれ、どこ、どこだ、これはなんだ、なんかいかにも怪しいというか、なんか、あ、アイテム入ってそうに見えたんだが、何もないのか。なんかソーサリアンとかだとね、なんか薬草があったりしそうな感じの場所ですけどもね。ソーサリアンやりてえなぁ。全シナリオクリアするつもりで始めた企画がね、おしゃってしまったからさ、セーブデータが消えて。ああ、ここ、ああ、そっか、そっか。ほんとね、セーブデータのバックアップは、ほんと皆さんした方がいいですよ、クラウドとかにね。あれ、ご主人の部屋どこ？あれ？この箱か？ん？俺が心臓の剣じゃないか？手に入れた。手に入れたけど勝手に持って帰っていいのかな？前金預かってるけど前金渡してないんじゃない？せめてね、奥さんとか、まあ、ラーディさんのお墓はあるのかな？奥さんのお墓を建ててあげてほしい。その前金渡してね。っていうか、あの、灰になったお姉ちゃん。もう名前も忘れたけどね。子のためのね、墓を建ててもいいかもしれない。あの子がいなかったらやばかったもんね。あ、お父さん。コリン、八割へ世話をかけたな。ドリーにせつかれて迎えに来ちまったよ。目的のものは見つかったのかい？バッチリ。奇跡の店の親父さんが喜ぶぞ。じゃあ俺はコリンを連れて帰るよ。さっさと帰らないと、ドリーに怒られる。楽しかったよ。また会おうね。コリンとローディは一緒に家に帰っていった。何だったんだろうな、コリン。コリン死んじゃったりなんかしたらどうなっちゃってたんだろうね、戦闘で。よし、じゃあ、ちゃっちゃと帰りましょうか。お？コナミ？コナミの経験点を得た。よし。よし、なんとか無事、オランまで帰ってこれそうだね。よし、じゃあ早速、奇跡の店に行きましょう。親父さん、これ大変だった親父さん。親父さん、心臓の剣を手に入れてきましたよ。おー、これがその剣か。どれどれ。
ハチワレたちは剣を手に入れた時のことを話した。間違いない、この剣だ。ありがとう、礼金を渡そう。千ガメルを得た。それと約束の魔晶石だ。これは、ファーザムかな。前金は返してもらうよ。どんな妖怪？そうですね。話をしてみましょう。東大駅の方は、そんだけか。よし、じゃあね、ちょっと待って、お金どうなんだろう。ああ、やっぱり全体で1000ガメルだよね。ファーザムがもらった魔晶石は20ポイントか。もうちょっといいのくれよ。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしようかね。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回のソードワールド PC、お楽しみに。さよなら。